午前11時過ぎ、長岡市のリバーサイド千秋1階にあるアピタ長岡店の鮮魚コーナーで男が暴れ、家庭用の文化包丁で60代と40代の女性客2人を切りつけました。切りつけたのは長岡市に住む自称高校生の18歳少年で、従業員の40代男性に取り押さえられ、駆けつけた警察官に殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。買い物客のほか取り押さえた男性も怪我をしましたが、いずれも軽傷とみられ、命に別状はありません。あ、全然これで、あ、じゃあ普通じゃないじゃん。身近でこういうことはあんま起こるっていうイメージが湧かなかったので、ちょっとびっくりはしましたね、うん、ニュース見たときに。ちょっと怖いなとは思いました。警察官が駆けつけた際、少年は従業員に凶器の包丁を取り上げられ、現場に立っていたということです。警察によりますと、少年は取り調べに素直に応じていて、言い訳をすることはありませんと容疑を認めているということです。少年と客らに面識はないとみられ、警察は動機などの調べを進めています。